どうも、今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回、激突、100億パワーの戦士たちしてイリスさんが仲間になりましたね。嬉しい、とても嬉しい。顔がいい、特に目が好き。前回確認できなかったキャラ性能を今回チェックだ。どれどれ、へえ、冥界の王の娘さんなんだ。即死無効は偉いな。魔法力は当然として敏捷も結構高いね。パッシブはたぐる魂のイリス、異名がそのままスキル名になってるかっこいいやつ。魔力プラス 5%、 会心率プラス 5%、 氷プラス 5% か。いろいろ散らばってるけど会心率はそんなに嬉しくないかも。スキルは敵全体に会心判定がある人体切断を仕掛けるイリスイリュージョン、敵をつららに変えて3連続で踏みまくるアイシクルスタンプ、この2つはめっちゃコスパいいな。超筆プライドオブハーデスは使用後に反動スタンするのもそのままなのね。うん、単体、全体、超筆と各種取り揃えてて偉いな。魔力判定で物理攻撃するスキルが多いっすね。よし、最近やっとお気に入りキャラが定まってきた感じするな。女の子キャラだとこの4人がマジで好き。みんな氷攻撃で統一できてシナジーも強い。敵の弱点やら耐性やらわからないときは基本的にこれでやっていこうかな。もしも氷が効かない相手だったとしてもサブ攻撃手段があるキャラばっかりだしな。汎用性。それじゃあ今回からは久々にメインストーリーを進めていきますよ。ボス戦の動画は編集しまくり喋りまくりで疲れたしね。話をぼんやり眺めて楽をさせてもらうぜ。まずはかなり昔に起こってたイベントを今さら流す。レベル45ぐらいの時期のやつ。今がレベル70なのを考えるとだいぶ前ですね。メニャーニャちゃん、名前が出ましたね。ワイの大好きなキャラや。エステルさんは冤罪かけられてはぐれ王国に亡命したし、忍さんは黒幕っぽい顔して出奔したしな。事情を知らないと何が何やらだよな。ということで、メニャーニャちゃんの会話が示唆されたのが、なんと録画日が1ヶ月前。時間軸を現代に戻して、探索場所の提案を聞いていきましょう。エステルさんに傭兵キューブの手紙。やはり先生フレームザコガリ姉貴の需要は高いのだな。教会長代理
特務士官メニャーニャ、実験的にはトップじゃない、すげえな。無制限召喚が許可されている。召喚士がやらかしたこの世界でそれはすごい権力じゃない。機動刑事ジバンはあらゆる生命体の平和を破壊するものを自らの判断で抹殺できるくらいすごい。魔物たちが村を無差別に襲ってる。結構ガチめのピンチじゃないっすか。デイリッチ、はっきり言ってくれるね。はぐれ相手とか関係ないよな。人の命を大事にしない人とは、僕は誰とでも戦います。というわけで、帝都防衛戦キャンプが開放。早速行ってみよう、ズエ。ちなみに推奨レベルは63で、我々のレベルは75です。レベルを下げようか悩んだけど、上げ直すのも面倒だし、このまま行きます。うおー、メニャーニャちゃんかわいい。キツネメ好き。はぐれ王国の石膏、もうそこまで話が進んでんの？突き刺さっていた骨の矢尻、結構重傷やんけ。誰だ、ハピコか。いいじゃん、ちゃんと進言するタイプの部下じゃん、偉いぞ。お、すごく切れ者キャラっぽい。実際頭いいんだけど。
びっくり顔かわいい、糸目キャラの目を見開いた表情、プライスレス。あ、後輩目線でもエッチい体なのか、エステルさん。あれ、ハピコちゃんじゃないの？奇襲を知らせてくれた一般通行ハグレスか？ピンク、獣、ああ、クレウリ、クーちゃんか。困惑してるメニャーネちゃん好き。クーちゃん、根性あるな。もしかしたら召喚師協会に攻撃される可能性もあったろうに。ほほう、この世界、古代人が残したくっそ硬い遺跡が点在してるもんな。無人の城がそこら中にあるみたいなもんよな。本部に黙って戦力がっぽり、やることやってるね。いいぞ。お、古代兵器くんじゃん。前に、正直ブリチンよりこっちに仲間になってほしい、みたいな。ブリチンにくっそ失礼なことを言ったやつ、その説はすいませんでした。エステルさんの評価がバカ高い。その子、実技は満点で座学は赤点っすよ。
から雨が降っても大丈夫みたいなこと言ってたのね。サハギン皆殺しルートもありえたのだな。マナジャムでもぶち込めばいいんじゃないすか。ベトベトになるぞ。あ、盛大に勘違いされてる。でも旗から見てるとそう思うのもわかる。ヒレモノキャラがこんな不穏な BGM を流しといて盛大に勘違いしてるっていう、こういうところが可愛いんだよなぁ。メニャーニャちゃん、がっかりされちゃったよ。まあ妖精王国に相談したら売ってくれるんじゃない。防衛のためだし。世界征服も良さそうとかいう超科学力を持つキツネ目美少女、しかも不穏な BGM 付き。こんなに怪しさ満点なのに、なんか普通にいい子だった記憶があるんだよな。うろ覚えだけど。え、アジンっぽいはぐれたちがどんどん独立してきて、デートがピンチ。不謹慎ですけど、ちょっとワクワクしてきますね。そうだな、いざとなったらクーちゃんにも演技してもらって。投稿しねえとクーちゃんの命はないぜ。ナイフペロッとかできるもんな。
かわいい。これメニャーニャちゃんの手書きっすか？ほう、エルフ世界やサハギン世界とつなげたゲートからモリモリ援軍が湧いてるのかな。何の目的でわざわざ来てるのかよくわからんけど、土地が足りないんすか？不穏な感じを醸し出すメニャーニャちゃん、どうにも可愛いんだよな。海ルートと山ルートか。ワクワクするね、こういうの。エリッチに優しく語りかけるローズマリー好き。うむ、わかりやすい。
主人公補正を有効活用しておる。ここで一区切りか。じゃあ30分になっちゃうし、動画も区切っておくか。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。